我が夢となし、共に喜び寄り添い、いたわり、ただひたすら尽くし、ついにはその命に変えて夫を救う、愛に生きし、その名はひろこ。そして男は城を奪われ国を追われ、それでもお家最高の熱き思いを胸に、諸国を巡り見聞を広め、己を信じ、ただひたすらに己を磨き、そしてついに表舞台に返り咲く。誰よりもこの国を憂い、誰よりもこの国を信じ、誰よりもこの国を愛した。だからこそなさねばならなかった、妻からもらった命をかけて。敵は本能寺であり、
鬼が住み着いております。いつかその鬼にあの方が食われるようなことあれば、その時はどうかそなたの手で討ち取ってくだされ。何を忘れる。どうかこの通りです。まさかまであります。
母になる喜びを教えて。Yeah.
本能寺で見込んだ。実践上何もでしょう。よく掘りだと卑怯光秀は是非に及ばず皆苦しにしてくれるわ。熱き思いを胸に傷つき倒れても己を信じ